はい、どうもこんにちは。インスタグラムで使えるフレーズを投稿しているコントと言います。よろしくお願いします。はい、今日もね、動画撮影していこうと思うんですけど、今日は1月27日の金曜日ということでね、皆さん1週間お疲れ様でしたっていう感じでね、僕も残り1日頑張っていきたいなと思うんですけど、今がですね、3時ぐらいで、動画を撮影してるんですけど、昨日に関してはね、8時ぐらいやったかな。で、投稿したのもレッスン終わってからだったんで、大体もう10時終わりとか11時ぐらいやったと思う。でかなり、ね、遅くなってしまいました。ただ昨日のフレーズはね、外食するっていうフレーズと、あとは今まで習ってきた、週に1回とか何々しがちだとか、あとはね、何やったかな、しばらく何々してないとかっていうね、いろんなフレーズを使って外食するっていうのをね、紹介しているので、めちゃくちゃいろんなフレーズを学べるのでね、もしまだ見てない方いらっしゃったらぜひ見てもらえたらと思います。で、今日もね、ちょっと何の話しようかなと思って考えてたんですけど、今日朝起きたらね、めちゃくちゃ目が乾燥してて、で、僕あんまこう充血したりすることないんですけど、コンタクト入れたら、こうかなり充血して、あ、ちょっと今日痛いなと思ってね、メガネでやってたんですよね。で、そういう時に皆さんもね、もしよかったら、英語を勉強されてる方はね、ちょっとこれ真似してほしいんですけど、なんかね、そういう、普段と違う出来事があったら、あ、充血するってなんて言うんやろみたいな感じで調べてほしいんですね。で、僕も普段からもなんか日本語で、あれこれなんて言うんやろっていう感じでね、意識するようにしてるんですけど、それを英語で調べると、そういうフレーズっていうのを自分の経験通すとかなりね、身につきやすくなるんですよね。例えば充血するっていうのもね、この後紹介していこうと思うので、そんな感じでね、皆さんもこう覚えながら、日常生活を過ごしながら単語をね、吸収していくってやるとね、かなり表現力とか、幅が広がるのでね、ぜひ皆さんもお試ししてもらえたらと思います。という感じでね、今日もいろいろお話をしていきたいなと思うんですけど、今日はじゃあ何の話をするかっていうと、その目の関連から、今日は目に関するフレーズをたくさん用意してきました。なのでね、皆さんも、まあ目がいい人でも目が悪い人でも使えるようなものをね、いろいろ用意してるので、日常でね、使って、練習してみてください。はい、そしたらね、早速一つ目から紹介していこうと思うんですけど、今日はまあフレーズ特定してないので、一緒に考えながらね、クイズを解く感じでやってもらえたらと思います。じゃあまず一つ目が、目がかゆい、目がかゆい、これ英語でなんていうか知ってますか？これ目だけじゃなくて、まあ肌がかゆいとかね、どこどこがかゆいっていう時に使うこともできるので覚えてもらえたらと思うんですけど、これ英語では My eyes are itchy、 My eyes are itchy のように言うことができます。これをね、まず説明していくと、この itchy っていうと、これでかゆいっていう形容詞になるんですね。で、主語には V を持ってきて、My eyes are itchy って言ってあげるとね、目がかゆいとか、もしくは頭がかゆいとかって言った時は、My head is itchy のような感じですね。で、目の場合は2つあるので、複数にして、My eyes are itchy のような感じになります。この itchy もよく使うので、ぜひ皆さんも使ってみてください。じゃあ引き続きいこうと思うんですけど、じゃあ今度は、目が充血してる、目が充血してる。これもね、今朝僕が思ったことですね。これなんていうかっていうと、My eyes are bloodshot。My eyes are bloodshot のように言うことができます。これもね、説明していくと、使い方はさっきと一緒ですね。この bloodshot っていうと、これで充血しているという形容詞になるんですね。なので、使い方はさっきと一緒で、My eyes are を置いてあげて、その後に bloodshot っていうと、充血しているっていうのを表すことができます。もしね、なんか目充血してるよって言った時は、Your eyes are bloodshot のように言うことができます。なのでね、ぜひ皆さんこれ主語を変えて使ってもらえたらと思います。じゃあ引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ今度は、普段はコンタクトしてるんだ。これはね、目が悪い人だったら、コンタクトしてるんだとかいう機会あると思います。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、I usually wear contact. I usually wear contact. のように言うことができます。で、まあ普段はっていうのをね、より強調して言いたいときは、usually を置いてあげます。で、その後のね、コンタクトレンズなんですけど、これに関しては、contact っていう感じで言うことが多いです。もしね、フルネームで言いたいときは、contact lenses のように言うことができるんですけど、contact lens っていうとね、一つのって意味になるので、ここでは複数にしてあげて、contact lenses、もしくは contact っていうとね、自然に表現できるかなと思います。じゃあ今度は、普段はメガネしてるよ。今度メガネの場合ですね、これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、I usually wear glasses。I usually wear glasses のような感じになります。
これもね、説明していくと、まずさっきのとこまで一緒ですね。I usually wear というと、普段は何々してるっていう意味になります。で、その後、glasses なんですけど、これメガネもね、なぜか複数の扱いになります。まあね、メガネのところ2つグラスがあるんで、なので複数形って覚えてもらってもいいですね。はい、そしたらね、どんどん行こうと思うんですけど、じゃあ今度は、目がいい、視力がいいっていうのと、視力が悪い、これ二つとも行きましょうか。意外と言えないと思います。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、I have good eyesight と、I have bad eyesight のような感じになります。これもね、説明していこうと思うんですけど、まずね、視力っていうのは、eyesight と表すことができます。で、この最後の t ですね、eyesight。この t は、最後破裂音なのでね、文字の最後に来る場合は発音されないことが多いです。なので、eyesight っていう感じでね、チッて発音してもいいし、eyesight の感じでほとんど聞こえないことも多いです。で、ここね、good の d で終わって次母音から始まるので、good eyesight っていう感じで分けるよりかはリンキングさせて、good eyesight のような感じで発音するとよりネイティブっぽくなります。基本的にね、子音で終わって次母音で始まるときはくっついて発音されるので、それもね、意識していくとよりネイティブっぽくなります。次のやつも行きましょうか。I have bad eyesight。これもリンキングしたらどんな感じになるかわかりますか？これ、発音すると、I have bad eyesight。I have bad eyesight。のような感じになります。ここね、bad と、次の i がひっついて、bad eye になるんですね。I have bad eyesight。のような感じになります。はい、そしたら引き続き行こうと思うんですけど、今度は目が悪くなってきている。目が悪くなってきている。なんか最近ずっと目が悪くなってきてるんだとかっていうこともあると思います。これなんていうかわかりますか？ヒントは変化ですね。変化していくとき、ある動詞を使ったらいいんですけど、これ英語で言うと、My eyesight is getting worse. My eyesight is getting worse. のような感じで言うことができます。私の目が悪くなっていってるなので、ここでは変化を表す get を使います。get を使うと、何々になるとかっていう変化を表すことができるんですね。で、まさに今変わっていってる状態なので、現在進行形を使って、my eyesight is getting worse と言ってあげると、どんどん悪くなってるっていうのを表すことができます。で、ここも発音の注意なんですけど、まず、my eyesight is eyesight t で終わって次 is 母音で始まるので eyesight is ではなく eyesight is eyesight is、t の部分がねラーとか打行っぽくなります eyesight is っていうような感じですね。で getting に関してもアメリカ英語では getting のような感じで t がまたこれもラ行っぽくなるので全部意識すると my eyesight is getting worse のような感じになります。これもね、発音に意識しながら練習してみてください。はい、そしたらね、引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ今度これもよく使います。目になんか入った、みたいなね。目になんか入った。これ英語でなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、I got something in my eye. I got something in my eye. のように言うことができます。ここで言うとね、目になんか入った。ここもね、get なんですけど、何かを得るとかっていう感じのね、意味の get ですね。ここで言うと、目の中に入るっていうことなので、I got を使います。で、何かを表す something。で、その後はそのままですね、目の中になので、in my eye を使います。I got something in my eye のような感じですね。で、ここの発音なんですけど、I got、got の t の後に、母音が続いたらさっきみたいにラ行っぽくなるんですけど、t の後子音とかね、t で終わるときはそのまま発音されないことが多いので、I got something、I got something のような感じになります。I got something にはなりません。で、その後の something もそうですね。この th の発音は上下の歯の間に舌を挟んで発音するので、空気を出しながら something、something のような感じになります。これがね、something にならないように気をつけてみてください。それも意識してみると、I got something in my eye。I got something in my eye のような感じになります。はい、そしたらね、最後もう一つ言って終わろうと思うんですけど、じゃあ今度は、目が乾燥した。目が乾燥した。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、My eyes got dry. My eyes got dry. のような感じで言うことができます。これもまた変化の、get が使われてますね。My eyes. 目が乾燥した。乾燥してない状態から変化して乾燥した。なので、My eyes got になります。で、ここの t の発音も、t が最後に来てて次母音が続かないので、発音せずに、My eyes got dry のような感じになります。はい、そしたらね、今日はこんな感じで、目に関する英語のフレーズをたくさん紹介させてもらいました。目がいい人でも視力が良くない人でもね、使えるフレーズがたくさんあると思うので、ぜひ皆さんも練習して使ってみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.